はい、いつもありがとうございます。6回目、BGB の IM6、 はい、なんかの、はい、秘密結社ではありません。今切れの6回目ということですね。はい、ヒットドラフト形式ですので、明日の夜8時までに店長の G メールアドレス宛てにドラフトリストをお送りください。くれぐれも BGBIM6 とお客様のハンドルネームで、ドラフトの希望する順位ですね、希望順にしていただいて店長の G メールアドレス宛てにメールしてください。くれぐれもワクワク .com の方はメールをチェックほとんどしてませんので、必ず G メールアドレス宛てにお願いいたします。 BGB の番号、お客様のハンドルネームで、ドラフトの、カードの番号ですね。5位の方は5つ選んでいただくような形、10位の方は、お手数ですけど10選んでいただくような形です。カードの画像は、店長のツイッターのアカウントですね、そちらカスタマーズヒッツというのが一番上に固定ツイートであります。そちらから、カスタマーズヒッツの方に飛んでいただいて画像をチェックしてください。はい、で画像のアップは、今日の深夜になると思います。そこだけご了承ください。はい、じゃあ6回目いきます。はい、ランダマイズする回数ですね、1と1の2は振り直しです。じゃあいきます。はい、ほい、はい、1と4で5回ですね。いや、見てる皆さんもね、楽しいと思いますけど、店長も楽しいです。はい、5回いきます。1、2、3、4。で、次5回目です。ポチッ。はい、5タイムになっております。ドラフト1位は MED さん。ドラフト1位は MED さんです。おめでとうございます。はい、今切れ6回目 IM6 です。ドラフト1位は MED さんです。おめでとうございます。ドラフト2位は、KOM さん。ドラフト3位 SDD さん。ドラフト4位 K39。 ドラフト5位マサスさん。ドラフト6位 NSR。 ドラフト7位カズオさん。ドラフト8位福さん。ドラフト9位 TSK。 ドラフト10位福。ドラフト11位 RMCF。 ドラフト12位カエラ。ドラフト13位、四季。ドラフト14位、ACM。ドラフト15位、SEA。SEA ですね。で、16位、RND さんになります。よいしょ。はい、じゃあ、今切れの6回目です。よろしくお願いします。よいしょ。はい、じゃあまた小箱を取り出していきます。今9時22分ですね。まだ全然できます。9回ぐらいまでできそうです。ぜひご注文入れておいてください。この後に、ご注文を確認いたします。神の息に似てます。6回目が終わった後に、メールをチェックいたします。で、7回目が多分埋まっていると思います。7回目の開催を多分できると思います。で、8回目も、順次そのまま受け付けておりますので、埋まれば本日開催します。ただ多分埋まってるんじゃないかと思います。なるべく早くご注文ください。ギグ最近2連チャン、はい、
じゃあ開けていきます。今切れの6回目です。よろしくお願いします。はい、アイナンさん 12-75 トルコですかね。イナンさんなの。よいしょ。はい、じゃあまずベースカードですね。よいしょ。で、2枚目はハメス。おお、すげえすげえ。次、いやー、そちらの方のパッチにはかなわないっすよ。いやいやいやかなわないっすよ、もうすげえ。バーディーのイングランド、すげえこれすげえ。10、10、10だ。10枚限定10番だ、背番号10。おお、ど真ん中でね。うん、ねえ、すげえ。やっぱこれ今ぐらい最高ですね。はい、でこれもパッチです。ジョーハート 7-10、 これも10枚限定です。でこちらがダンサ女子ですね、 9-10。でアメリカのフリーデル、あ、また来ちゃった。フリーデル 9-60 でラストシーマンも入ってます。ちゃんとね、パッチも良くてシーマンもいました。 90-99 です。うん。はい、2箱目ディマリア 22-25。はい、ディマリア 22-25、 シャラウェイですね 17-49、 ローマで、次ジャージカード、ファビアンスキー。おお、次もこれいいんじゃないの。かなりパッチ、シューズパッチなんですけど、プリシッチです 23-22、 ナイキの総集かな、これナイキですもんね。ほら、ナイキの総主ですよ、これ。22-23。まあ、サインは結構あるから、逆にこういうのがね、値段ついたりするんですよね。うん。はい。これも強めでしょう。で、ルクショ。マニュースね。で次が、はい、アンドレさん。おお、また来た。ねシーマン来てね。いやでもこれ49とパラしかないからね。また来ちゃったよ、シェフチェンコ。またお会いしました。21-49。はい、 AC ミラバーディーのね、えぐいパッチ、シェフチェンコ、シーマン、プリシッチのシューズ、もう3つぐらいいいのあります。はい、 68-75 コラロフさんですね。はい、うん、やっぱね出がね。はい、コラロフで、次がジョハート。で、フンメレス 10-49 です。で、セスクのパッチ 5-25。 アンドレ・シーバーですね 3-65。 で、次がドルトムントのピッシャック。おお、次も来た。シーマン来て、シェフチェンコ来てね、クルロン来ちゃったよ関係ないってね。だからね、ほんとね、すごいね、この出方ね、やっぱいいです。はい、9-25。
シャドーボックスオートグラフのクリロナーです。おめでとうございます。ああ、でもシェフちゃんことどっち取るんだろう。ねえ。はい。どっちだろう。上位陣がね。ざわざわです。この辺はね、多分1枚です。クリロナとかは1枚です。よいしょ。で、4箱目、まだ2箱あります。16。うん。はい、カバーニ。ああ、うん。全然言っていただければ。カバーニ。6-75。ベラッティ40-49で、その次がパッチです。アルダトラン、パッチじゃないか、47-49だからバルサのあれですね、ジャージの2カラーっていうぐらいですね。で、これもこれパッチですね。ジャージナンバーのど真ん中ですね。ちょっとわからない、まあ1カラー、これはパッチです。レデンプションバーディーですね。あ、でもプレミアムパッチオートだ。あの窓が大きい方、縦型の。OK ですね、これね。バーディー。パッチオート。プレミアムの方です。おお、今日初めて見たかも。コスタ。14-15です。はい。で、パッチオートのゲッツェ。1-10です。はい。パッチオートですね。で、プレミアムパッチオートはこの辺の左側に大きいのがある。はい。よいしょ。で、5箱目。はい。アレッサンドロさん、20-75。次、いきなりジャージスタートじゃないですね。パッチスタートです。ポドルスキーと、シュワインシュタガーですね。9-25です。ドイツのダブルパッチ。ちゃんと持ってますね、こっちね。こっちは、背番号かな。で、アンドレ・ヘレア。おお、これだけジャージですけど、次またパッチに戻ってます。モラタパッチです。31-35。レアルのダブルパッチ。あ、これ初めて見るな。モダンマークス。ストゥーラロさん、ユベントス。41-75。モダンマークスオート。うん。ゼニガメさんサネッティです。はい。ね、これ平均的な3枚パターンかな。5-65、どっちだろう。あ、でも、ロイドですよ。値段は結構つきますよ。人気でね、アメリカの10番ですからね、女子。ロイドさん。オートパッチです。はい。という感じです。クリロナープリシッチのシューズ、シェフチェンコ、バーディーのイングランドすごいパッチです。っていう感じです。ね、ドラフトの画像は、今日の深夜になると思いますけど、よろしくお願いします。じゃあ6回目、イマキュレートこれで終わります。7回目は、ちょっとメールを確認してからになります。9回ぐらいまで全然やります。はい、よろしくお願いします。